はい、こんにちは、徳井です、えー。今日はですね、ちょっと政治絡みネタなんですけれども、えー、米国の大統領選挙、まあ、バイデン大統領が降りて、ハリス副大統領が候補になって、ちょっとどうなるかわかんなくなってきたなっていう感じもある感じなんですけど、ちょっと興味深かったのが、えー、CNN がですね、ハリス副大統領の デジタルチーム、Z 世代のデジタルチームについての非常に長い記事を公開して話題になっていたので、ちょっとご紹介したいと思います。英語の記事でね、めちゃめちゃ長いんで、まあ、あの、今ならセ成 AI とかでかませば、まあ、日本語でサクッと読めるんですけど、なかなか面白いです。あの、まあ、そもそも、アリス副大統領の デジタルコミュニケーションチームって、あと175人とかスタッフがいるらしくて、まあ、これ、デジタルなのかなコミュニケーションチームで175人なのかなで、TikTok の担当チームが5人らしいんですけど、それが、まあ、24歳のパーカー・バトラー氏と25歳のローレン・カップ氏を中心として5人の Z 世代メンバーで構成されてるんです。で、このだから、カマラさんのチームなのかなバイデン なんかちょっと、アメリカの政治家のこのチーム構成が、自民党みたいな、同じチームでやるんじゃないんですかね。だから、バイデン大統領は、まあ、実はあの、TikTok 禁止令みたいなのにまあサインしてるんで、実は、5ヶ月ぐらい運用してたけど、その後放置してた感じなんですかね。それを、えっと、まあ、ハリス副大統領が大統領選挙をやるっていうことで、まあ、リブートして、 20日間ほどで65件の動画を投稿して合計で3億8500万回再生。1投稿あたりの平均再生数は約600万回バイデン大統領時代の5ヶ月分の総再生数の倍以上をもう今叩き出しているっていう。5ヶ月分は20日で倍ですからね。実際に動画をいくつか見ると、今実際めちゃめちゃ見られてますね。あの、まあ、なんかあの、 トランプ大統領になんか演説中に偏りかけた動画のやつは、まう、あ、本当動画の一部を字幕つけてるだけなんですけど、420万いいねですかね。420万再生じゃなくて、420万いいねって、もうすごいっすよね。まあ、こういう作戦が功を奏して、かなり若者がやっぱその大統領選挙におけるこう世代交代的な期待をすることによって、 一時期はね、もうちょっとトランプさん、まあ、狙撃を生き延びた、まあ、あれはもう本当神がかってたんで、もうこれはトランプ大統領復活で決まりかなってつい思っちゃったんですけど、やっぱね、米国大統領選挙は長いんで何があるかわからないっていう、この、ガゼン今ハリス旋風が、まあ、デジタルを中心に若者の間で、 ハ、まあ、リス・センプが吹いていることによって、かなり選挙の方向が分かんなくなっているみたいですね。で、あの、早速、結構インフルエンサーとのコラボもすごいですね。インフルエンサーっていうか、もう、ガチ、ガチインフルエンサーですね。その、ラッパーのミーガン・ジー・スタリオンさんっていう、その、日本でも日本のラッパーの方とのコラボで、マムシの曲が話題になりましたけれども、まあ、彼女、やっぱり世界的に、まあ、本当に人気があるんですよね。その、彼女が、やっぱり、 もう、ハリス副大統領も次の大統領ですみたいな感じで紹介する TikTok の動画も、ハリス副大統領のアカウントに上がっていて、これもめっちゃ見られてますね。これも、いいねが230万いいねとか,ですかね、再生数すさまじいなと思うんですけど、まあ、やっぱ大統領選挙におけるデジタル活用っていうのは、もともとオバマ大統領の大統領選挙の時きに、まあ、オバマさんが、なるみ、 従来の大口の寄付に頼っていた寄付を、オバマ大統領はインターネットを活用することによって、小口の寄付を大量に集めて、しかも支持者をその個別訪問するのにもインターネットを活用して、支持者を組織化してみたいなので、ネットでオバマ大統領を買ったんですよね。で、その後今度はトランプ大統領が逆にネットをフェイクニュースとか、 あのそれこそ、あの、有名なケンブリッジアナリティカの個人情報漏えいの問題になったデータを使って、フェイスブック広告で悩んでる人たちに、そのフェイク的な広告を見せることによって、トランプ支持者にくら替えさせるみたいな、ある意味ダークサイドのこうネット活用パターンでトランプ大統領がまた勝ってみたいなのが、結構大統領選挙って、まあ、あのマーケティングの F1 みたいな、マーケティングとか PR の F1、まあ、要は、 最高峰の大会だとアメリカでは大会じゃないんですけどね、もう本当にその大統領選挙に勝つためにも大金と大量のこのリソースが投入されるんで、マーケティングにしても PR に関してもデジタル活用に関しても本当に最先端の取り組みがされる。まあ、オバマ大統領の最初のチームとかね、Facebook の創業者メンバーが入ってたりしましたから、今回もまあハリスさんのところにはこういうデジタルチームが。 入っっって、て、ま、て、あ、積極的にににを活用すするることによって話題するっていう。まあ、日本でも東京都知事選で石丸候補が、まあ、YouTube とか TikTok とかうまく使って、まあ、2位に食い込む大健闘を見せましたけども、まあ、言うてもこれは何かの YouTube 番組でもリハックだとかな言ってましたけどやっぱりその同県産しても若者が全員投票に行っても残念ながら石丸さん小池さんには勝てないですよね。 でもアメリカやっぱ若い人が多いんで、こうやってデジタルで若者の投票行動が変わると、選挙の結果が変わる可能性があるっていうのは、やっぱ本当ね、ちょっと日本と違うんで、まあ、ちょっと羨ましいっていう変な言い方ですけど、すごいなと思いますね。で、一方、トランプ大統領はトランプ大統領で、イーロン・マスクさんとスペースで会談をして、 なんならね、イーロン・マスクさん当選したら、あのイーロン・マスクを閣僚にしてもいいみたいなコメントを、まあ、あれはちょっとリップサービスの近い感じのメディアに言わされた感じもあるみたいですけど、言って言っ、まあ、明らかにイーロン・マスクさんもね、もう、あのなんだっけ、効率化大臣みたいなやつ、ありますみたいなこと言ってたみたいですけど、X でイーロン・マスクさんが、と誰がトラン大統領にふさわしいかっていうアンケートを取ってて、トランプ とあのハリスですねでトランプ大統領の倍っていうで。X のプラットフォームはやっぱり、まあ、少なくともイーロン・マスクさん周辺はトランプ支持者が多いっていう感じだと思いますね。でもアメリカにおいては SNS の利用者数でいうと X とかよりもあのインスタとか TikTok のがはるかに多いんで、まあ、どっちかっていうと多分トランプ陣営もこっち側いかに対抗するか、まあ実際は今 TikTok のフォロワー数は トランプ大統領のほうが、ハリス大副大統領よりも、トランプ元大統領のほうが、ハリス副大統領の倍ぐらいあるとは思うんですけど、この辺ね、何する大統領選長いですからね、今後どうなるのか、個人的にも注目したいと思っております。はい、えー、今日はちょっと政治ネタですけども、こちらのチャンネルでは、えー、日本のエンタメを密かに、えー、応援するのをメインにしたいと思っていますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。 今日もありがとうございま,ででます。